雑貨はみんなお笑顔にしろ。しろ。ウィシンデザインホームセンターの森田です。噛んでますね、しろって。今回紹介するのは、もう目標サクッといきます。こちらなんですねっていうわけではなくて、これチョーク。まあこれあえてこうやってますけど、実は今回ちゃんと紹介するのはですね、また今回もペンなんですけど、はい、こちらあのチョークペンと言います。これチョークペンって何かというと、要はさっきねこう見ていただいたじゃないですか。要はこういうふうにチョークのようにね、カラフルなペンっていう意味で、こちらチョークペンっていう名前ついています。はい、でこれね、スイス製で、なんかやっぱりね、日本の、ボールペンってなんか無難というか、こういうカラーリングってあんま少ないですよね。こんなんとかね、あとまあこんな感じですね。はい、こういうなんとか、はい、ね、本当にこのチョークのようなね、カラフルな、なんか気分のいい色合いのカラーリングの、ボールペンとなってます。でもうこれね、まあまあ書き比べいうか、まあもう比べるまでもなく、ちょっとね、書いてみて感想を述べさせてもらおうかなと思います。もう今日はサクッといきますんでね。では早速書いて、感想を述べたいと思います。はい、書いてみたいと思います。じゃあチョークペンって書こうかな。チョークペン、これね、本体すごい軽いんですよ。もうプラスチックで、まあ、できてるんですけど、まあね、見たら分かると思うんですけど、ものすごい軽いです、本体は。で、書き心地なんですけど、ものすごく滑らかかというと、若干ね、気持ちちょっと引っかかるような感じな、部分もありますけど、まあ全然通常書く分には全く気にならないレベルですね。チョークペンで、まあなんていうんですかね、まあ可もなく不可もなくっていう感じですね。うん、ものすごい滑らか。まあこれ油性なんで、まあまあ油性の特性ができているのかなというのもありますけど、まあものすごく悪くもなく、ものすごくめちゃめちゃいいというわけでもなく、ちょうど間ですね。だからまあ毎日使う分だったらもうこれで十分じゃないかなと思います。で、このスイス製のね、このチョークペン300、まあ税込み302円なんですけど、やっぱりちょっとね書き比べしようと思って、同じスイス製でこちらね、まあ324円のまあまあタイプがあるんですけど、ちょっとこれと比べてみたいと思います。これも同じく油性のペンなんですけど、こっちはね本体が若干重たいです。若干これに比べると、このペンに比べるとこちらは若干重たいです。そうですね、書き心地としては、まあこちらの方は、まあ、ちょっと重い分こう安定して書けるかなと。でチョークペンはねやっぱり本体軽いので、まあ軽い書き心地っていうんですか、まあ微妙本当微妙ですね。こっちの方が若干まあ本体重いんで、ちょっとその分こう安定して書けるっていうのと、まあ、このチョークペンはこう軽いので、軽くもうそのまんまなんですけど書けるっていうところですね。はい、まあもう毎日使う分にはもうこれで十分かなと思います。はい、以上です。はい、書き心地はね、以上なんですけれども、まあギフト用にいいんじゃないかなと思うんですよ。いろんなねこういうカラフルな色あるんで、まあ、全色揃えてね、これをまとめて、まあ、誰かにねプレゼントしたりとか、まあ、自分用でもね、なんか気分転換に今日はこの色とかね、いややっぱり、こ, の
この今の気分はこの黄色だっていうね、もう気分によって色を変えてもいいんじゃないかなと、まあ、思います。本当にね、毎日使うね、日常的なボールペンとしてはもう、十分いいと思いますので、まあ、よかったらぜひね手に取ってみてください。はい、今回は、はい、こちらチョークではなくてこちらのチョークペン紹介させていただきました。よかったらねまたチャンネル登録、コメントのコメント欄の方にねコメント書いていただきますとね、ちょっとだけ、いや結構モチベーション上がりますんで、よかったらお願いいたします。最後までご覧いただきまして今回もありがとうございます。